日はこちら、地獄グミとか地球グミとかサッカーグミと、あと何これ、目玉グミ、あ、目玉グミもある、イカゲーム、イカゲームグミ初めてだね。これこちらで今日はイカゲームの軽め焼きを作ってみたいと思います。できるかな、できる、かっちゃんさんの動画を見させてもらって参考にしてやっていきましょう。見た、めっちゃ見た、できそう、ちょっと難しそうやけど、それでは早速やっていきましょう。はい、準備はできましたか。はい、この鉄板ちょっと熱くなるので絶対触らないでね。はい、あるじゃあ開けてください。初めて開いた。歯が折れる。わお。はい、じゃあ鉄板に転がしてください。ちっちゃってる。あ、すごい、いい匂い、プニプニ、ガムみたい、ガム、いい、いいよ、鉄板触らないように、ね、スプーン、はい、スプーン2つ、よし、こう。どうだ、裏返したか、裏返す、あこ溶けたアイスみたい、バニラアイスみたい。あ、赤が出てる。あ、ほんまや。え、中身、ね、え、緑？サッカーグミって食べたことない、ママ。あるさ、ある。中何色なの？わからん。緑ちゃう？緑に入ってんのかな？結構前に食べたから。あ、緑かも。倒れないで、倒れないで。このまま溶けて。あ、緑だ。ほら。あ、ほんまや。サッカーボールグミは緑でした。なんか黄緑になるんじゃない？確かに。お、混ぜて混ぜて焦げちゃうよ。焦げる。お、緑、混ぜるの忘れてた。あー、綺麗、ほら綺麗綺麗。お、あ、中から血が出てきた。ほら、うえー、赤と緑で綺麗な色。じゃあ入れます、ベーキングパウダー。 Thank you。 混ぜる。あ、目玉、あ、目玉、黒目。おー、めっちゃ綺麗。黒がめっちゃ綺麗。パウダー、パウダー、置いて、置いて、パウダー、パウパウって。ママ、お皿は、まだよ、いい、目玉、まだいい、豆ちゃんみたいにカチカチなるくらい。あ、めっちゃいい匂い。灰色になってきた。さらにベーキングパウダー。目玉、早くして、暑いから。ラミ、こう、もういいの、それ、いいんかな、柔らかすぎひんかな、いいんかな、あかん。なんか違う、なんか違う、軽め焼きじゃない、軽め焼きじゃない、熱い、焦げてる、焦げ焼き、丸焼き、豚の丸焼き、多いな、多いね、そっち、肩は、肩抜いていいよ、あれ、真ん中にした方が良かった、端っこにやっちゃった。端っこにやれば3個いける。よし、丸や。違うゲームみたいな、ピッピリアリスの、こんなんなりました。するでも硬い、押して、押すの、プップルー、何個押せばいい、いや、夢は1個やで、夢は1個やで、真ん中にしてよ。イカゲームのやつ見たことありますか。僕あるけど、でかすぎる、でかすぎる。ありゃありゃ、こんなになりました。難しいなぁ、これ正解なのかしら。できたら正解にしてな、マム、ね、できたらね、マムちゃん、イカゲーム、イカゲームにする、うん、イカゲーム、地球グミにします。はい、また歯折れそう。歯で開けますね。よし、痛い、めっちゃ硬かった気がする。あるさ。まさかの緑なの、これ、え、
ゃ硬いです。え、緑ですか。硬い。はい、開いた。緑よ。ありがとうママ。もうスイカの匂いするめっちゃ。スイカ気持ちいい。中身何色だろう。スイカやだ。同じ種類のスプーンだ。置いて。出たシロップ。限界かな、そろそろ梅の。もう行く？うん、なるほど。すごいすごいすごい。うわー、美味しそう。龍のひげ。かっちゃん食べてたで、これ。うん、食べてたね。僕が食べたい。ロトウ。そうそうそう。子供豚にこれ。食べたい。僕はもっと焦がすんだ。うん、うまいうまい。これをちょっとパウダーかけて形整えます。アリスももう限界やな。さっきアリスの救出する。おい。はい。ほう。お、でっか。あ、柔らかいね、でも。地球っぽい。やっぱり。どう？わからん。あ、夢みたいにヒゲにならない。はい、では肩抜きしてください。あ、抜いたらあかんねんけどね。ちょっと押さえてください。キュッと押した。柔らかいな。うまくいけてるのか。一旦固めてみます。溶けてる溶けてる。ママなんかさ、突然見てる。終わり。こうなりました。みんなの色がすごい綺麗。少なくなったな、地球グミ。蒸発したの。押さえまーす。こちら、ママが最初に試しで見本として作ったやつなんですけども、カチカチになったのはいいねんけど、お皿と一体化してます。うわぁ、そうやからさ、トンカチでさ、お皿をパリーンと割るの。パリーンって割らなあかんの。そんなお皿もったいないな。これが端っこに肩をしちゃった夢のと、アリスがメタマグミかな。あ、僕の三つ、三つ子ちゃん。あかん、お皿と一体化してる、マジで。ヘビーキングパウダー塗ったのにな。この野郎ダメだわ、これは。しかもこの周りもなんか、おぉ、ハイチュウみたいになってるし。もう無理じゃん、失敗じゃん。これ失敗。まあそれは置いといて、はい、2回目で作ったやつがこちらです。これは剥がれると思うよ。あ、綺麗なんて簡単。ヒゲ食べたい。わあ、すごい。ヒゲ食べたい。いいよ。なんて綺麗に取れるのさ。やっぱりあれやな、クッキングシートにしかなあかん。裏に押し。取れました。おお。取れません。あ、なんかまだ柔らかいな。でも柔らか。柔らかい。はい、これが最後の三回転で焼いたやつです。ヘラリー、綺麗に抜けたんだけど、簡単。おお、一番最後のが上手にできたんじゃ。カチカチやし、カチカチ、あ、いいじゃん。3度目の正直だけあって。はい、じゃあこの残りの5個で型抜きをしてみたいんですけども、抜けるかな。抜ける、抜ける。抜けるって思ってたら抜けるから。まか、かけてできる？ちょっとするだけ。あ、もう手でやる。あ、でもうねってなって、うねって、うね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 、爪楊枝かして。はい、どうぞ。ありっくと、はい、針やと危ないから爪楊枝で頑張ってください。こうやってね、周りをね、こうやってグググググってして、周りを掘って取れる。掘れた。え、
もう映ってなかったもん。食べた早かったね。うん、綺麗これ。ピーパーみたい。綺麗に撮れたね。なんかちょっといつもの型抜きと違う。銃では銃では撃たれたくない。海中型抜きじゃん。ほらハートいけました。はい、すごいだろ。ちょっと焼かなあかんかったんかな。ほら見て、ちゃんと肩もあるで。うん、肩張り付いてる。ママの色が一番かっこいい。あー失敗です。こっち向いて。倒れた。では正解正解。ほら見て、きれいきれい。きれい。どれ？これこれこれ。これダメです。もう一回。そっちはどうですか？ちょっと変な感じだけど。どうでしょうか？三角は成功です。シェイ。よし。じゃあ最後。梅のやつ。一番うねうねしてるやつだよ、これ。うえ。怖い。え、持って無理よね、これ。頑張って。でも、アリスのやつやろ、これ。そう、アリスのやつやろ。うん。お姉ちゃんにバトンタッチする。パチ。え、アリス、撃たれるやん。やったって。自分が作ったやつでしょ。だって僕、2回も撃たれたんやから。あ、ちょっと見せてください。形どうなになってますか、それ。うわー、ひどい。これはあ、やばい、星がひどい。残念です。ひひひひひひひ、梅ちゃんできた。食べます。はい、いただきます。はい、どうぞ。待って、ね、出てきます。お、うん、美味しいっちゃ美味しいけど、目玉グミとしたら美味しくないな。うん。いやー、ちょっとすもう無理やりやめとこっか。飲むよ。ということで大失敗。まあこれは成功だけどね。これこれ、あめあめ。大失敗に終わりましたけども、作る工程は楽しいのでね、うん、みんなもやってみて ね。もしよかったらチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。